春の全日本マットを入りましたキッドスンプーがまたまた新緑の東京に上陸でございます。これが15回目の来日、キッドスミス、ブリティッシュブルドッグス、大きな歓声に包まれて今姿を現しました。スミスです。そして後ろキッドではあります。キッドが速すなら力で見せるデイビーボーイスミス、ブリティッシュブルドッグス、天才児。これがカミソリファイト、キッド家を生やしましてイメージチェンジ。そしてイギリスの赤い稲妻、デイビーボーイスミス、今夜はどんな合体殺法を見せてくれますか。サインボール投げ入れが行われます。大きな人気のデイビーボーイスミス、そしてダイナマイトキッドであります。なお来週放送の小山大会では、サインボール投げ、それから握手大会あるいは撮影会などが予定されております。そしてまたこのシリーズからブリティッシュブルドッグス、キッドスミスの新しいポスターも発売になりました。ご覧の超満員の後楽園ホール、お客様大喜びです。竹内さん、こういうファンサービスもこの頃の全日本プロレスは多い取り入れてますね。非常にやっぱり積極的にファンサービスが良くなってきましたね。華やかな雰囲気に包まれました後楽園ホールのリング上、真っ青なリングタイツをつけましたブリティッシュブルドッグス、ユニオンジャックが光ります。さてダグファーナス、ダニー・クロファットがこれから入ってまいります。キッド・スミス対ファーナス・クロファット、5番勝負の第一戦ということになります。後楽園大会です。さてダグファーナス、ダニー・クロファット、こちらは迎え撃つブリティッシュブルドッグス、これから入ってまいりますのがフライング・ハーキリーズ、ファーナス・クロファット。外人同士の異色対決となりました。この後楽園ホールをターキーに5番勝負が行われます。その第一戦、さあフライングハーキリーズ、まずクロファットだ。そしてこの筋肉、ダグファーナス、空飛ぶ筋肉獣ダグファーナスであります。フライングハーキリーズ、トップロープはポーンとまたいで入ってまいりました。全日本有名プレスラーの代表格にのし上がりましたファーナス・クロファット、嬉しい連続参戦であります。マッスルビーストダグ・ファーナス、弾丸児と呼ばれております、ダニー・クロファット。稲妻戦士、デビーボーイスミス、爆弾小僧、ダイナマイトキッド。さあ、好勝負の予感がじわじわとしてまいりました。この両チーム、24時間前に行われました記者会見でかなり両チームエキサイト、やり合いました。高橋さん、はい、この5番勝負が決定したんですね。そうですね、やっぱりこのカードが5回見られるということはその最大のビッグプレゼントですね。そうですね。そして高橋さん、このキッドの表情が変わりましたね。これはですね、やっぱりファーナス・クロファットが出てきたときにですね、ファンの声援をこれつぶさに聞きましてね、やっぱり自分たちの人気がですね脅かされるという部分を感じたんでしょうね。ああ、そうですか。これがキッド・スミスのブリティッシュブルドッグスであります。3勝どちらがしてもとにかく5回戦う、全5戦が行われます。その第1戦、さあまずキッドが出てまいりました。そしてこちらはダニー・クロファットであります。さてこのブリティッシュブルドッグス、そしてフライングハーキュリーズに、勝るとも劣らぬ、今日も兄弟コンビ活躍をしました、ジャイアント馬場さんが今解説席であります。馬場さん、この5番勝負のいきさつというのはどういうあれで決まったんですか。あのね、このファーナスとクロファットがですね、どうしても体型も彼らによく似てますよね、キッドたちと。で、まあ、キッドたちのスタイルを見て自分たちはプロレスを習ったというか、はい、勉強してきたわけですね。なるほどね。さあ、ですからこうやって日本で対戦できるのがね、その大きな、なんていうかな、目標といいますかね、目標になったんでしょうね。で、ぜひともやりたいって言うんでね、うん、で今回キッド・スミスが来日しますんで、彼は前のシーズン来てましたけども、どうしても今回また日本に来たいということになりましたんでね。なるほどね。
内さん、はい、馬場さんの話になりましたが、まあ、いろんなものをね、このキッドスミスから吸収してもらいたいですね。これはですね、障害に関係なくですね、とにかくクロファット、ファーナスはですね、一試合一試合何かを学び取っていってほしいですね。さあ、今度は出てまいりましたのがスミス、そして今度はフライングハーキュリーズの方はこの男、ダグ・ファーナスであります。竹内さん、この2人の筋肉の盛り上がりどうですか。凄まじい上半身ですね。凄まじいですね。もしかしてこのリフトアップ合戦が見られるかもしれません。しかし馬場さん、こうやってみますとタッグマッチ、まあ、タッグといいますとスペシャリストといいますのは、まあ、キッド・スミスということになりますかね。そうですね、コンビネーションの時にね、やっぱり彼らが、ね、大きな選手と対戦することが多いですからね、はい、やっぱコンビネーションというものがね、やっぱり本当に大事になりますからね。なるほど。さあ、力比べだ。ダグ・ファーナス、パワーリフティング、ウェイトリフティングのチャンピオン、19の世界記録。さあ、スミスのフルネルソンを、さあどうだ、血管が浮き上がっている、この表情だ。ダグ・ファーナス力が入った。さあどうだ、スミスも頑張る、そしてダグ・ファーナスも頑張る、力が入ります。ロープブレイク、外せはしませんでしたね。見応えがあります。両選手とも力を誇っております。これがマッスルビーストのダグ・ファーナスであります。まあこういう馬場さん、一つ一つ見ましてもほんの一挙手一投足がファンを飽きさせないですね、この4人は。ですけどね、この同じ体型でしょう、はい、そうするとね、もう本当に意地ですよ、意地比べですよね。今度は逆ですね、本当に意地比べ、力比べでありますけどね、その後ろに意地比べですよね。本当ですね。さあ今度はダグ・ファーナスがフルネルソン、スミスが外す、どうだ、血管が浮れている、両の腕外れるか、どうだ、ファーナスも必死の力を込める。さあ歯を食いしばるのはデビーボーイ・スミスだ、どうだ、タッグチーム WWF 元チャンピオンの意地、これから伸びていこうというファーナス・クロファットの意地、竹内さん外れませんよ。外れないですね、しかしスミス頑張ってますね。さあファンの声援がスミスを勇気づける、スミス力が入る、ファンの手拍子、ロックンロールの会場になったようだ。これは互角でしたね。あー、ロープブレイク、クリーンにブレイクいたしました。竹内さん、応援したら下だけのファイトが返ってくるんですね。そういうことですね、とにかくリング全体を、体全体を使うこの4選手、非常にダイナミックな、プロレスの醍醐味を味わえるような、そういう顔合わせとなっております。さあまた力比べか、右の手を挙げましたダグ・ファーナスであります。まあこのダグ・ファーナス、竹内さん、時々立ち止まっては鏡がありますと自分のこのポーズを作って見てますね。まあ、それだけですね、やっぱりその堅持力が強い選手ですからね、そのやっぱり意地がリングの中でもやっぱりはっきりと出てますね。そうですね。さあ序盤戦は力比べになりました。馬場さん、これはどこの筋肉ですか。いやもう全体ですよ、足腰ですよ、特にね。あ、腕だけではないんですね。腕は大した腕だよ。ああそうですか。さあ腰を低く、重心を低くしたダグ・ファーナス、ダグ・ファーナスにも声援が飛ぶ、コールが飛ぶ、そしてデビーボーイ・スミスにもコールが飛ぶ、声援が飛ぶ。さあ弓なりになったのはダグ・ファーナスだ。さあこれから盛り返すことができるか、体は柔らかい、しかしデビーボーイ・スミスの力は大きい。さあどうだ、盛り返しそうだぞ、盛り返す、盛り返す、あー全身に力が入っている、ガーッと太ももの辺りが痙攣している。さあどうだ、さあどうだ、竹内さん、筋肉の動きが手に取るように分かりますね。すごいですね、もうこれなんかアームレスリングの世界にも入ってますよね。本当ですね、もう両選手とも汗びっしょり。さあ2位を蹴り上げた、さあそしてサイドのヘッドロックだ、デビーボーイ・スミス、ドロップキックあるぞ、力だけではない、ショルダータックルは互角。馬場さん、5分が経過しましたが両チーム意識し合ってますか。かなり、もちろんね、ただいろんなところこの2人はもう力比べだけですね、意識してるのはね。あ、そうですね、スミスとそれからダグ・ファーナスとあります。ショルダータックル一歩も引きません。なかなか高橋さん、タッチしようとしないですね。そうですね、どっちかね、自分が優位に立ったらタッチしたいと思ってるんですよね。なるほどね、その辺はレスラー心理かもしれません。おっと、今のスミスのタッチは馬場さん、まあ、諦めたんでしょう。諦めたんですか、そうですか。こっちもタッチしましたね。あ、そうですね、これでお会いということになりました。楽しいプロレスです、そして激しいプロレスです、全日本プロレスのリング上。さあ今度はスピードのスリリングな戦い、エルボー、ダニー・クラファットのエルボー、弾丸寺の面目役所。さあ飛ぶのを狙っている、飛ぶか飛ぶか、さあ、あっと、コンペプランチャー、竹内さん力
だけではない、それからスピードだけではない、あらゆるものが凝縮されています。さあ高速ブレンバスター、もうファンは知っています、ファンは知っています。切り返しましたね、切り返していきました。あダニー・クロマットを投げ切りました、キッド。さあ今度はリング上だ。さあキッドのものすごいダッシュをつけてのラリアット。高橋さん、表情だけでなくなんかパワーアップもしたようですね。しかしですね、今のラリアットにしてもまずカミソリのようなラリアットですよね。そうですね、ババさん、それから見るんですが、体はそれほどみんなヘビー級、超ヘビー級ほど大きくない。しかし大きく見えますね。そうですね、やっぱりね、彼らは その大きな人たちと 対戦してきたわけですからね、はい、それに対抗してですね、互角の勝負をしてきたわけですからね。そうですよね、ニューヨークで本当にもうトリプルヘッダー、つまり1日に3試合もこなす、そういう激しい戦いをしてきましたキッド・スミス。もちろん超ヘビー級とも試合をしてまいりました、そういう下地があります。さあしかし身は軽いんです。そのままスミス持ち上げた、しかしトンボを切った、そのままサイドキック、ダニー・クロファットであります。そしておーっとモンキーフリップをスクッと取ったスミス、テクニックでも互角であります。大喜びの後楽園ホール超満員のお客様、山さん、キッド・スミス、ブリティッシュ・ブルドッグス対、マレンコ兄弟の試合の時にも、こんなような意地の試合だったんですよね。そうですね、ですけど、マレンコはちょっと小さかったですからね、はい、割かと同情が、ね、多かったんですが、はい、どうでしょう馬場さん、この試合を見て、川田冬樹フットルースあたりもこううずうずしてるんじゃないですかね。そうですね、この、ね、瞬発力、ね、こういうのが日本人に欲しいんですよね。なるほどね。さあその瞬発力を生かすディープフロック、またいだ、地に伏せた、ドロップキックあるぞ、余裕を持ってここに打った、バク宙ドロップキック、名人技であります。空飛ぶヘラクレス、空飛ぶ怪力世界一、今度はリフトアップだ、先に上げましたね。スミスの岡も奪った、あのゴディも上げた、ハンセンも上げた、天竜も上げた、そのリフトアップ今ダウンであります。トンボを切りました、タックルだ、あおっと今度は逆に、今度は逆にスミスがボディリフトを返した、そしてこれをダウンします。竹内さん、ここからのおっと今度トンボを切った、また意地ですね。そうですね、同じことをやっています、意地が交錯しております。そしてこれタッチ、しかし本当素晴らしい試合ですね。素晴らしい試合ですね、アナウンスがいらないかもしれません。さあ今度は腕を取ってテクニックに持っていきます、ダイナマイトキットであります。まあ、この3月4月と骨の治療、それからまあ母国イギリスに帰りまして、十分に充電をしてまいりましたダイナマイトキットであります。そしてスミスの方は風格が出てまいりました。馬場さん、今北原選手がカナダで修行、このキッドに今世話になってるんですか。そうですね、この人たちと同じテアトリーで働いています。あ、そうですか、フィストドラップです。キッド、北原からは連絡ありますか。はい、まあ、元気でやってる。あ、そうですか、あはこのキッドとも戦いたい、このように北原はカナダに飛び立ったわけでありますが、さあそのキッドのミサイルキックであります。カナダのカルガリーから飛来しましたこのキッド・スミスであります。北原も頑張っている、そういう馬場さんのお話です。さあ今度はスミスに受け継がれました、キッドからスミスであります。風格が出てまいりましたスミス。この竹内さん、ロックンロールとも確かカンサスで、キッド・スミスは30分の大激闘もやりました。やりましたね、まあ、この辺タッグマッチ、横一戦、まあ、この三冠統一戦と同じく本当に紙一重なのかもしれませんね。世界タッグ戦線とは別にですね、このクラスも非常に激闘やってますね。ニールキックだ、クロハマットのニールキック。竹内さん、このキッド・スミスにないこの飛び道具ってのを出していきますね。それってやっぱり蹴り技ですよね、さあこれしかしこれを取った、ニークラッシャー、必殺的スミスです。相手の攻撃をよく読んでおります、見ております、キッド・スミスであります。まあ、今竹内さんから世界タッグのお話がありましたが、馬場さんどうでしょうか、このキッド・スミスあたり。やっぱりこの勝者がね、その可能性ありますね。資格は十分にありますか。そうですか、あは、まあ、5番勝負竹内さん、まあ、第一戦が勝った方が有利なのには決まっているわけなんですけれども、いやなかなかこれ決着つかないかもしれませんね。そうですね、正面からやったダグファーラス、この積極性素晴らしい。さあ今度はスミスが出てまいりました。そしてクロファットの足を取りに行きます。力だけではありません、両チームともテクニックがあります。さあ釣り天井に行くか、
ロメロスペシャルに行くか。お客さんの声援を確かめるようにして、そして自分の間合いを確かめるようにして、さあ右腕を取った、左腕を取った。さあこれで超ヘビー級のレスラーを何人も苦しめてきた。さあクロファットも高く高く上げた。釣り天井ロメロスペシャルであります。見事な人間今日描いております弓の陣になりました。見事な攻防であります。さあスタミナ的にはどうでしょうか。どちらが優勢か、一進一退の攻防と申し上げてよろしいでしょう。さあもう一回ドロップキックの連発。馬場さん、こういうものはどうでしょうか。2回でも3回でも出してもいいわけでしょ。そうですね、まあ、一発じゃね、ちょっと効きませんね。あ、なるほど。馬場さんどうでしょうか、このダグファーナスドロップキックという武器もありますが、この怪力をもっと生かすにはどうしていったらいいですか。もっとやっぱり大きな技をね、叩きつける技が必要ですね。叩きつける技、ははなるほど。その他この課題ってのはこのファーナスあるいはクロファットに見つけられますか。いや課題はそれはいっぱいありますよ、いっぱいありますけどね、もうこれ以上その、はい、体重が増えてもね、動きが悪くなりますし、はい、そうですね、身長が高くなる可能性ないんですからね、はい、そうしますとスープレックスリー、そういうことになりますかね、竹内さん。そうですね、はい、さあその今あったクラファットが飛び込んで、しかしこれは返します、危ない、おー、返しました。竹内さん何でもできるだけにね。そうですね、これはもう息をつく暇がありません。さあスミスから今度はキッドだ。さあ今日はどういうガッツプレーを見せてくれるのか。さあさあどうだ、今度はおっとキッドが残った。トップロープいきますね。トップロープだ、なだれ式だ、ブレンバスター、トップロープだ、これは豪快。しかしキッドもちょっとバランスを崩したぞ、これは危ない。脳天を打ったぞ。これはどうだ、キッドのダメージの方が大きいか。しかしおっとおっとクロファットの方も伸びている。これはねキッドの方が受け身を取りにくいですからね。ちょっとトップロープ滑ったかもしれませんね、馬場さん。そうですね、ちょっと変な落ち方をしました。いつもですと中内さんセカンドロープからなんですが、トップロープでしたね。いや強引に持ってったんですけどね、ちょっとそれが裏目に出ましたね、はい。さあその間にスミス、そしてダグファーナスであります。まずは試合が落ち着きました。トーホールドに決めておりますダグファーナスです。こういう関節技も出してくるようになりました。いろいろなことができます。これがダグファーナスです。キッドのちょっとダメージが心配です。今エプロンにはキッドの姿は、ちょっと首を振っております。青コーナーであります、ダイナマイトキッド。そしておっとクロファットの方は、クロファットの方はサソリ固めか、いやテキサスクローバーズホールド、四つ葉固めであります。しかしこれは不完成、これは不完成であります。さあ汗が下に落ちます。これがスミスの表情です。スミスの表情、高橋さん、この外人同士の戦いでこれだけお客さんが湧くんですからね。素晴らしいですね。ましてこの試合がですね、このシリーズあと4戦見れるということはですね、本当ファンにビッグなプレゼントですね。そうですね、このキッド・スミスでありますが、キッドは来週放送の愛知大会中野とシングルマッチ、そして、デイビーボーイ・スミスはジョニー・スミスと組んでフットルースと対戦であります。なおクロファット・ファーナスは高野・高木と対戦。このカードを中心に来週の愛知県大会お送りしてまいります。息のいい若者が集まっているリング上、そして全日本プロレス、今度は膝十字に入りました。馬場さん、この短期間なんですけれども、まあ、初来日からやはりかなり成長していると見てよろしいですか。そうですね、ですからね、日本の選手、日本人選手の技なんかもよく勉強してますよね。あ、なるほど。そういう点でね、非常に勉強してるんですよ、彼はね。よく人の試合見ているようです ね、練習もね、よく見てますよ、はい。あ、練習から見てるんですか、ね。ははよく竹内さん、この外人勢がこのリング上を占拠してね、あっとジャーマンだ、ジャーマンだ、ダニー・クラバットのジャーマン、早い仕掛けでしたね。してお、しかしキッドも竹内さん、よみがえったようですね。さあ今度は十字架固め、十字架固め、スミス足でことをやる、カウント2で返した。さあ15分経過、ここからはテクニックの応酬になるか、大技の応酬になるか。さあ膝十字にもう一回、いやアキレス腱固めに入りました、アキレス腱固めに入りました。スミスであります、いやダニー・クラファットであります。それをキッドがカットしております。さあ早いつなぎになりました、両チームです。キッドと再び、ダグ・ファーナスがやり合います。さあちょっとおっと体を入れ替えましたキッド。さあまた高速のラリアットか。さあおっとこの逆にいいラリアット、逆にラリアットであります。ダグ・ファーナスフロントスラペックス、早いカウント2。竹内さん、
キッドのブレンバースターと今のフロントスープレックス、ダグファーナス、どっちが速かったですか。大槻が速いですね。どちらも速いですね。今の方が受け身取りにくいんですね。フロントですもんね。なるほど。さあ今度はダグファーナスがそのまま投げ技を打ってそのまま追いかぶさる。カウント2であります。なかなか両選手とも両チームとも維持、カウント3を奪うまでには至っておりません。さあ今度はダグファーナスが何を狙っている。セカンドロープに今足がかかった。そしてトップロープだ。さあ人間爆弾か。さあダイビングボディープレス、距離は十分にある。あっとスミス返しました。スミス返しました。カウント2です。こうなりますとさっき馬場さんのお話、叩きつける技というものがどれだけ出るか、そういう展開になってくるか。ダブルのショルダータックル、合体殺法合体殺法、ダグファーナスとそしてダニー・クラファット合体殺法を出してまいりました。武井さん、やはり合体殺法になりますとちょっとキッドスミスとかインパクトありますかね。これは上でしょうね。さあ WWF ニューヨークの元チャンピオン、あしかしこれは浴びていた。距離を取ってのヘッドバットをよくかわした。高橋さん、このキッドのヘッドバットってのは実に正確なんですよね。それは外されましたね。アブラームスーパー、そのままパイルドライバーに持っていった。あのタイガーマスクがいるタイガードライバーだ。タイガーマスクのタイガードライバー、馬場さんこの辺ですね。そうですね。よく研究しています。頭が下がります。さあ場外転落だ。さあこれを追いかけるか、深追いはしません。今ダイナマイトキッドが場外であります。キッド頭を振っています。さあこの辺は意地が交錯、サイドキック中に上げません。武井さん、キッドのファイトも厳しいんですが、いやいやいや、前回の来日よりファイト内容が厳しくなりましたね。そうですね。今日はちょっと攻め込まれている部分もありますね。さあブレンバスターを切り返して、もう足でフックしている。意地が交錯、さあ技が交錯、さあやっとジャーマン打てるか。キッドが今度は逆に回った。さあそしてバックドロップ、形が悪いがそのままホールドに持っていった。ガーンと3、最後はバックドップ固めといいますか、ジャーマン固めといいますか、意地固めといいますか、武井さん、まさに意地で固めた。そうですね。試合でしたね。形としてはバックドロップからの体固めでしたね。なるほどね。今ブルミッシュブルダックスキッド、そしてスミス、両選手のブルダックスブルダックスの両手が挙げられました。ババさん、非常に中身の濃い試合でしたね。そうですね。ちょっとね、ファーナスとクロファットがですね、攻めてる間間がちょっと長すぎたんですよね。ですから相手が考える時間が十分ありましたね。それがやっぱり